俳優の阿部寛さん主演の映画、飲み取り侍、鶴橋康夫監督が18日に全国で公開された。10代将軍、徳川家春治世の江戸の町を舞台に、主君の逆鱗、逆鱗に触れ、生き。なり猫の、飲み取り業に左遷された男の奮闘ぶりをコミカルに描く人情喜劇だ。主人公の小林博之進を演じる阿部さんは、台本を読んだ時、演じ方を間違えれば、作品を壊すことになる、と感じたという。阿部さんがどのような心構えで演じていったのか。また、撮影現場はどんな雰囲気だったのか。共演した女優の前田敦子さんと共に振り返った。阿部寛、道具になる、阿部さんが演じる小林博之進は、越後長岡藩の勘定方書き役を務めるエリート侍。しかし、たった一回の出現が主君、松重豊さん、の逆鱗に触れ、猫の飲み取り業に左遷されてしまう。猫の飲み取りとは、実は、女性に愛をご奉仕する、添い寝業、という裏の顔があった。最初は驚き戸惑った博之進だが、真面目な彼は、飲み取り屋の親分、風間森夫さん、と、と妻、大竹しのぶさん、の下で、せっせとの見取り業に精を出し、というストーリー。寺島しのぶさん、豊川悦司さん、斎藤匠さん、桂文枝さんらも出演している。原作は、歴史小説の第一人者、故、小松重雄さんによる傑作短編集、飲み取り侍。そこから鶴橋監督自身が三編を選び出し、の一本の脚本にまとめた。役をオファーされた時は、やりようによっては作品を壊すことにもなる、と懸念した阿部さん。そこで考えたのは、道具になる、ことだった。台本がすでに面白いし、周囲の、江戸の方々のパワーがみなぎっているので、僕としては下手に小がしこく、観客を、笑わせようとするのではなく、道具として入って、一生懸命にそこで生きていれば自然と周りから面白くなっていく。そういう風に演じないと鶴橋監督の期待に応えられないと思いました、と当時の心構えを明かす。前田さんが演じたのは、豊川さんふん、ふん、する駒物問屋、大宮、の入り婿、婿、清兵衛の妻を知恵だ。このお知恵、色男の清兵衛の行動に日頃から目を光らせており、夫の浮気を封じ込めるためにとんでもない策を思いつく。役をオファーされたとき、前田さんは、豊川さんの奥さんの役だなんて、私で成立するかしら、と不安が頭をよぎったというが、昔は若くして嫁ぐ女性は、珍しくなかったことから、その時代のことを考えれば、おかしくないのかなと自分に言い聞かせた、と言い、また鶴橋監督からの、大丈夫だから、俺と豊川くんの胸に飛び込めばいいんだよ、という言葉に励まされ、はい、と撮影現場に飛び込んだという。褒め上手な鶴橋監督。その鶴橋監督は、撮影現場では、阿部さんはじめ、出演者の演技を、いいぞ、そうきたか、と、常に褒めてくれたという。その声を聞きながら、
こっちは、いいんだか悪いんだかわからない、笑い。でも、それが演出なんでしょうね。こうしてくれ、ああしてくれという感じではないんです。提案はありますけど、とにかく常に褒めてくれる。ですからこちらも監督の思いに応えようという気になる、と安倍さんは振り返る。前田さんも安倍さんの言葉にうなずきながら、監督は何もない時でも、おい、あっちゃ。大丈夫か、って話しかけてくださって、私の存在をずっと確認してくださいました。それがすごく嬉しかったです、と笑顔で話す。前田敦子の、容赦ない、演技撮影は京都で行われた。安倍さんが撮影現場に入った時、すでに前田さんは撮影を終えていたため、対面して芝居をすることはなかったが、安倍さんは、監督が、あの子はすごいな、とおっしゃっていたので、監督が気に入るシーンができたのだなと思いました。僕が入った時はすでに現場の士気が上がっていたので、やりやすかったです、と、前田さんに助けられたことを明かす。その後、完成した作品で前田さんの演技を目の当たりにした安倍さんは、豊川さん、体が、大きいじゃないですか。そこに前田さんは、すべてをぶつけていく若い奥さんになりきっていて、それがめちゃくちゃ面白かった。一つ一つの芝居のキレも思い切りもいい。豊川さんの髪の毛をぐちゃぐちゃにしたりとか、突き飛ばしたりとか、容赦のなさがぴったりハマっていて、笑い、いやー、気持ちが良かったですね、と賛辞を惜しまない。安倍さんの言う、容赦のなさ、が見られるのは、落ち江と清兵衛の寝室での場面だ。前田さん自身、台本では、S、僕と書いてあったので、どんな感じなのだろうと思っていましたが、監督が、こう動いて、こう動いてと振り付けみたいに決めてくださったので、その通りにやったら、あそこまでになるとは思わなかったです。笑い、と照れながら打ち明ける。インタビュー中は、安倍さんも前田さんも、撮影中のことを、思い出し、ただけで笑っちゃう、とニヤニヤ、クスクス笑いが止まらなかった。中でも笑いを爆発させたのは、清兵衛が、落ち江に家を追い出される場面について語っていたとき。あらぬ姿で出ていく豊川さんを前田さんが、でも、かっこよかったです、笑い、と擁護すると、安倍さん。も、恥ずかしい格好で、一本背負いが決まっていたしね、笑い、と豊川さんの熱演を称えていた。安倍博さんのプロフィール、1964年6月22日生まれ、神奈川県出身。モデルを経て、87年に映画デビュー。主な映画作品に、トリック劇場版、シリーズ、2002、06、10、14年、歩いても歩いても、08年、麒麟の翼チルダ劇場版、新山社から、11年、テルマエロマエ、シリーズ、12、14年、ザクロ坂のあだ討ち、14年、エベレスト神々の三霊、海よりもまだ深く、共に16年、恋祭神山本、17年、祈りの幕が降りるとき、空海経由会美しき王妃の謎、北の桜森、いずれも18年、ガール、
前田敦子さんのプロフィール、1991年7月10日生まれ、千葉県出身。アイドルグループ、AKB48 で活躍し、2007年、映画、明日の私の作り方で女優デビュー。母子高校野球の女子マネージャーがドラッカーの、マネジメントを読んだら、11年で映画初主演。主な映画作品に、クエキ列車、12年、モラトリアムタマコ、13年、シンゴジラ、16年、舞曲 MUKOKU。散歩する侵略者、探偵はバーニールさん、いずれも17年、素敵なダイナマイトスキャンダル、18年、ガール。取材、文、撮影、林太鼓。